皆様こんにちは。ラフィールドファウンデーションのキム・ウドラフと申します。本日は再びサー・ピーター・パーカー・アウォーズに出場することができ誠に光栄に存じます。本日のテーマとして、日本の企業で日本人の上司と外国人の部下の間のコミュニケーションギャップを乗り越えるための戦略についてお話ししたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。なぜこのテーマを選んだかというと、理由が2つあります。まず、会社の中でコミュニケーションギャップが起こると、完全にコミュニケーションが滞ってしまう場合があります。このようになると、職員間の信頼関係が悪くなりますし、会社内の人間関係も悪くなり、会社全体のビジネスに影響を与えかねません。このように考えてみることと、会社内でもコミュニケーションの重要さが分かると思います。2つ目の理由として、日本企業で働いている外国人の悩みはコミュニケーションギャップの下で発生するものがほとんどで、コミュニケーションの取り方を改善することでこの悩みの多くを解決できるのではないかと思うのです。日本語が流暢で日本のビジネスマナーをマスターしている外国人でも、職場で時々不満を感じる人もいるようです。これからよく耳にする3つの不満を挙げて、解決方法を見つけるために具体的なアイデアを挙げてみたいと思います。最初に、いくらいい仕事をしても上司に褒めてもらえないという不満です。欧米の企業では部下を褒めることが当たり前だと思われる一方、日本の企業ではよくできたねの代わりに、もう少し頑張ってねという異なるニュアンスの励まし方が多いのではないでしょうか。その理由を明らかにするために、日本の上司の立場を考えてみましょう。まず、よくできたね、上手ですねなどの褒め言葉は子どもに対してよく使われていますが、社会人に対して使うと子どもを扱いされたと感じられて困らせるリスクがあるのです。また部下を褒めたら、まあ上司は私の仕事で満足だからもう頑張らなくていいと考えさせてしまうことを避けたいからではないでしょうか。最近、日系食品会社を辞めたばかりのマイケルさんと話す機会がありました。退職の理由を聞いてみると、上司に褒められたことがないというのが仮の不満の大きな原因だったそうです。ある日、会社の売上目標を達成するために忙しく一生懸命仕事をしていましたが、上司にいつものように、もう少し頑張ってねと言われたそうです。もうこんなに頑張ってるのにまだ努力が足りないのかとマイケルさんは考えて気が狂いそうになったと言いました。仮の日本語能力は抜群で、営業成績も波に乗っていたのですが、このエピソードが原因で退職したと考えると、とどのつまり、彼にとっても会社にとっても大変残念な結果となったのではないかと思います。もし上司のコミュニケーションスタイルの違いについて理解していたならば、褒めてもらわなくても納得して仕事を続けようとしたのではないかと思います。極端な例を挙げると、日本企業の企画課で働いているアリスさんは、あなたが担当している来週のイベントはこのままでは絶対失敗するよ、どうすると上司に言われたそうです。アリスさんは最初泣き出したいほど失望しましたが、その後、上司の言うことは知った激励だったと信じて必死で取り組みました。結局、イベントは無事に終了し、取引先の数も増やすことができました。また上司もこの結果に満足し、アリスさんにとって有意義な経験となりました。次に、このような不満を聞きます。うちの会社では何でもすごい時間がかかるんだ。時間を節約するために上司が積極的に決定してほしいなということです。電化製品開発チーム5年目のトムさんは、新入社員の頃、製品開発を早く進めるために優柔不断な部長に対し自分の意見をはっきりと主張しました。しかし、
部長を説得しようとすればするほど部長の決定までには長く時間がかかったのです。トムさんはイライラして、このままでは他の会社に追い越されてしまうんじゃないかと思いました。ある日、部内の会議でトムさんが新製品に関する2つのオプションについて説明していました。重要な決定事項でしたが、トムさんはどちらのオプションにすればいいのか決めがたく、はっきりとした意見はなかったのです。その日のトムさんは焦らずに両方のオプションの利点や欠点について丁寧に細かく説明して、他の同僚のコメントにも耳を傾けました。すると驚いたことに、部長の決定まで迅速にことが進められました。その時トムさんは、たとえ強い意見を持っていても、それをわざと見せずに上司に事細かに多様なオプションを説明することで良い効果が生まれてくることを学びました。そして最後の不満について説明します。うちの上司は私の提案をどうしても受け入れてくれないということです。日本のソフトウェア会社に就職したてのジェニーさんは、わずか半年にして大きな不満を抱えました。課長に10回ほどいろいろなアイデアを提案しましたが、ジェニーの提案は一つも受け入れてもらえなかったのです。ある日、同僚の山本さんと膝を交えて話し合う機会があり、この不満について相談してみました。山本さんは優しく助言してくれ、それからジェニーさんに1週間後、会社の本部による会計監査があることを伝えました。ジェニーさんはそのことを全く知らずにいましたが、ようやく忙しい課長の立場を理解することができました。監査用の準備など課長の手伝いの傍ら、本部の来年の目標について聞くこともできました。ついに監査が無事に終了し、ジェニーは課の皆さんに自分のアイデアについて話してみたところ、役立つコメントがもらえ、すごく励まされました。そして課長にそのアイデアについてもう一度改めて紹介してみたら、課長はようやく前向きに検討してくれました。ジェニーが提案した中の一つの案は、本部の新しい目標にとても近かったということで、課長はゴーサインを出してくれました。この話で最も参考になる点は、まず根回しの重要さだと思います。次に、日本企業の海外事務所で働いたら、その会社がとても小さいと感じるかもしれませんが、段違いの大規模の組織でもあるということを忘れないようにしましょう。親会社について知れば知るほど、自分の上司との相互理解も良くなるのではないでしょうか。最後に、諦めないことです。コミュニケーションスタイルを調整して、遂行を重ねて挑戦してみましょう。結論として、どんな人でもコミュニケーションギャップのせいで職場で時々不満を感じるかもしれませんが、この問題を乗り越えられないわけではありません。まずできるだけ客観的な立場からその問題を捉えてみること、そして自分のコミュニケーションスキルをどのように改善すればいいのかよく検討すること、最後に、目上の人はなぜそのコミュニケーションスタイルを使っているかのをよく考えてみましょう。このようにすることで、コミュニケーションギャップを乗り越えて、自分、そして自分の会社もより円滑にビジネスを進めることができるんでしょう。ご清聴どうもありがとうございました。